手前から4人目スタート台からスタートしていきます。日本の鈴木孝幸スタートしました。男子 100m 自由形 S4 のクラス、いいスタートを切りました鈴木孝幸です。まず4レーンのイタリアベッジャート、予選トップの選手に早くもここで並んでいきます。やはり4レーンのベッジャートとのマッチレースという形になっています。わずかにベッジャートがリードしているか。50のターン、はい、あ、いいですね。さあベッジャートが先頭、そして鈴木孝幸は38秒89は自己ベストよりかなり早いタイム、はい、さあ差がまた詰まってきた。追いついてますよ、追いついてます、追いついてます。ベッチャートが逃げる、ベッチャート逃げますが鈴木孝幸が追い詰める。並んだ。残り 10m、 先頭は鈴木孝幸に変わった。鈴木孝幸わずかに先頭、30センチリード。残り 5m、 3m、 鈴木孝幸自由形初めての金メダル、パラリンピックレコードでの金メダル。行きましたね。もう途中から鳥肌立って喋れなかったです。